チを出していきました。ジオバンニ、カメラつながって川上誠司、ファーサイド1人上がっている、ボレー平石、追いつきました SC 相模原、最後は平石右で崩して最後左で仕留めました。完全にフリーになってました平石、今シーズン初ゴールになりました平石。川上も、まあ、3人プレッシャー行ったので空いてしまったのと、それから一番外から走り